北口ホーム、練馬高野台駅は、東京都練馬区高野台一丁目にある、西武鉄道池袋線の駅である。駅番号は、SI09。2015年現在、西武鉄道で最も新しい駅である。次に、新しい駅は、西武新宿線航空公園駅。福福線の観光線部分に島式ホーム一面二線を、有する高架駅。 外側に2線の通過線を持つ。かつては池袋寄りには急行線と観光線を連絡する渡り線が設けられており、上り線は観光線から急行線へ、下り線は急行線から観光線へ渡れるようになっていたが、定期列車では改装にしか使われていなかった。渡り線は2012年6月30日のダイヤ改正で使用が終了、同時に駅事務室にあった。 信号所も廃止となり、2013年1月に渡り線が撤去された。2001年に、所沢寄りの上下線間に有効長寿、両辺成分の留置線が一本設置され、平日朝ラッシュ時には一部の地下鉄直通電車が、当駅で折り返していたほか、事故などでダイヤが乱れた場合、朝ラッシュ時以外の時間帯でも当駅で折り返しをすることもあった。また、 東日本大震災に伴い2011年3月14日には、すべての列車が当駅と池袋駅間の折り返し運転とされた。しかし、石神公園までの複々線下で留置線を上り、観光線とすることから2012年6月23日に廃止され、当駅を終着、始発とする列車も、同年6月30日のダイヤ改正で廃止された。 開業時からエスカレーターとエレベーター、車椅子対応トイレを設置しており、バリアフリーに配慮した駅となっている。また、2005年7月には、ホーム中央部に空調装置付き待合室が設けられた。2015年1月31日から、発車メロディが小学生作曲のものに切り替えられた。これは、2014年夏に、西部グループ子供応援プロジェクトで、 子供の夢を募集したところ、二人の小学生より自分の作った発車メロディーを駅で流したいという応募があり実現したもの。向井や実が編曲を担当した。曲名2020年度の1日平均上行人員は21,139人であり、西武鉄道全92駅中35位。ここ数年は増加傾向である。開業以来の1日平均上行。 乗車人員の推移は、下表の通りである。公共機関、病院など道路、河川公園、自社商業施設その他すべて西部バスにより、運行されている。練馬高野タ駅停留所長、三寺橋停留所下記の系統が発着しているが、いずれも駅前には入らず、運行本数も少ない。ありがとうございます。